り上げてくださいましたけど、ちょっと皆さん盛り上がってちょっとお疲れ気味とかそんなんじゃないですか、どうですか私たち今日バラード付けということで3曲バラードをお用意しましたので、はい、皆さんとゆったりとした時間を共有できたらなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。はい、では早速続いての曲に行きたいと思います。続いての曲、愛子さんのもっとをお送りしたいと思います。忘れて嫌い。
いたしました。私たちの私たちカレーフェアというバンドなんですが、カレーフェアというバンドどこかで見たことあるよ、知ってる人よ、知ってるよっていう人いますか？おお、あ、あ、チラホラ、チラホラ、おお、結構、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。カレーフェアという私たちのバンドは、うん、今から約3年前に、そうだね、結成して、ね、はい、で、だから3年生同期バンドってことですか？そうそうそう、カレーフェアって名前おかしくないって思った人いません？バラードばっか歌ってるのに、そう、結構バラードを、ね、時々楽しい曲も歌うんですけど、バラードを結構歌ってるんですけど、なのになんでカレーフェアなんやねみたいな、うん、でその話をねちょっと今日しようかなと思って、はい、ね、なんだっけその3年前に、うん、結成した当日に、うん、愛知大学、私たち愛知大学なんですけど、愛知大学の食堂でたまたまカレーフェアをやっていて、そう、なんかすごいインド人みたいなね、インド人の方がナンを作ってくれて、そう、そう、すごいカレーも作ってくれて、そうそう、それを私がお昼に食べたんですよ。美味しかったんですけど、はい、で、その名前をちょっとバンド名に取り入れたら面白いんじゃないかなと思って提案したら、おみんな、お、いんじょうね。そうそうそう。で、そのままカレーフェアという名前で、もう3年間そう、ね、続けているという始末です。そうなんです。カレーフェアという名前に引きずられて、衣装も茶色と白とか。はい、これが、上がカレーフェアで、下がライスで、ね、す。この子と、はい、あの子が福神漬けです。ちゃんとカレーを体で表現して、皆様に顔は覚えていただかなくても衣装だけは覚えていただこうと思って、あのカレーライスのバンドで、カレーライスの色しとるバンドやなって思っていただけば、今日絶対覚えて帰っていただけると思います。お願いします。結成当初の話をしたということでね、はい、最後の曲になりますけども、最後の曲が私たちが結成して初めて歌った曲になります。もう長い長いこと練習してそうです、うん、そうだね、3年目、そう、3年目なんで、じっくりことことに超えました。3年じっくりこと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 、はい、行きましょう、行きましょう、はい、滑った、はい、どうぞ、はい、はい、では最後の曲になりますが、どうぞどうぞ、ゆったりとした気持ちで聴いてください。愛子さんのカブトムシ。悩んでる体がつくて、指先は凍えるほど冷たい。どうした？早く行ってしまえ、そう言われて。Oh.
ありがとうございました。